です。はい、社長。はい、こんにちは。どうぞよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、今回もですね、ちょっとマネーの虎に関するお話なんですけど、はい、とても印象的な回があります。はい。もうマネーの虎の投資数投資しないじゃなくて、社長の人生物語が特別編として放送されました。はい、で、はいましたね、その最初のところに江作さんが社長に、はいはい、古吉さんどうしてお金出さないんですかっていうところから始まって、はいはい、でそのエピソードに流れていくっていう記憶があります、はいはいはい、あれはなぜあの形の放送だったんですか？私もね、なぜああいうのを作ってくれたのかよくわからないんですけども、当時のプロデューサーが社長物語を作りましょうということになって、うん、で、なんかあの役者がね、はい、私の代わりで作ったんですけども、はい、多分私が、これは推測でしかないんですがね、やっぱ出てくる人たち、プレゼンに来る人たちのと同じようなことをやってるわけですよね、過去にね。はい、ですから、やはりあの一、まあ、当時虎として座ってる堀之内だってこういう過去があったんだよと、こういうことを経てきたんだよっていうことを、やっぱ挑戦者に前もって知らしたいっていう思いがあったんじゃないかなっていう気がしますね。こうやってもうね、あのエピソードの中では社長はもうホームレスになられて、 で捨てられたものを修理してそれを売ることでだんだん面白さが分かってきて、突破する道をこう見つけられたっていう内容だ。そうですね。だからあのプロデューサーの栗原さんも非常にあの素晴らしい方で、はい、可能であればやっぱりそういった人たちにあのプレゼンしてきた人たちがある程度の投資を受けて成功してほしいという思いを持っていらっしゃる方でしたから、はい、やはり生半可なことでその調整したところでね、こういう過去を持った人が座ってるんだよと、そう簡単にはお金なんて出てこないよと、やっぱ成功するには、そんなここでね、なんかプレゼンしてちょっと金をゲットしたから成功するんじゃないんだよっていうことを、暗に多分知らしたかったんじゃないかなっていう気がするんですね。私をモデルにして。そうですね。出演された社長の中で特別エピソードを作ってもらったのは、本当に惚れなさい。ありがたいことですけどね。はい。でもそれだけやっぱミスターマネーの虎っていうか、はい、あの、視聴者の方のコメントとかも拝見していても、うん、やっぱり社長が中心人物だったっていう印象を持つの方も多いですね。だからよく堀之内社長はね、金出さないケチだとかいうコメントをね、昔もいっぱいもらいましたよ。いや、僕見てる時も思ってましたよ、社長は絶対出さないと。だって出したら失敗するんだもん、その人がね、ほぼ失敗するはずなんです。多分ね、金出して失敗した人の方が多いと思います、あの番組で。それはですね、なんか他のエピソードで、金谷社長が、うん、僕出すんですよって、うん、出してもこの人失敗するんですよ、それでいいんですよってなんか言われた時もありました。ああ、そうかもしれない。言ってました、あの人ね。はい。うん、だから、失敗させようと思ったら、わずかな金を出してやればすぐ失敗するかもしれない。そうです。私はでもね、やっぱりいろんな人にお金を出してもらったり、投資をしてくれませんかってお願いしたこともいっぱいあるんですけどもね、はい、それは簡単には出してくれませんよ。そうですね。うん、そうだと思います。うん、だからこそ、まあ、今があるんだろうなと思いますけどね。はい、うん、だから、まあ、私は、まあ、自分でね、投資家でもないし、それを飽きないとしてるわけじゃないわけですから、縁があれば成功してほしいと思ってるわけであって、はい、そう簡単に金なんか出せるわけないじゃないですか。そうですね。うん。フルロジャー金田さんでお前の金出してみようって言いたかったもん、私。でもまあ、そこまでやっぱり徹底されていたから、うん、その番組のプロデューサーさんも、もう社長の人生をちょっと深掘りしたいと思って、うん、多分そうでしょうね。特別会を、ね、作られたと思うんですが、あの回って結構30分ぐらいあるんですかね。そうです、そうです。どれぐらいの番組、あのエピソードに社長は関わられたんですか？私はエースっていうか、その実際撮ってませんから、はい、でも出演してませんから、はい、それでもいろいろね、話を聞いたり脚本を作ったりするのに相当時間をかけましたよ。それ東京で打ち合わせされたんですか？東京です、東京です。番組終わった後に、こういったのを作りたいとか、こうしたい、ああしたいって言って、いろんなことを、いろんなエピソードを提案したり、出してあったり、ヒアリングを受けて話をしたりしましたよ。あ、そうなんですね。結構な時間使ってます。結構な時間かかったと思いますね、あれにはね。あの放送されたものっていうのは YouTube でもこう見れたりするんですけど、うん、はいはい、あれ全然偽りないんですか？全く偽りないですね。その通りです。あれ、じゃあ、
あの再現されてるドラマになってる。その通りです。その通りなんですね。その通りですね。だから時さんは見るんですけどもね、はい、恥ずかしいなと思いながら見るんだけども、はい、なかなかうまくできてるなと思いますもん。本当にこう凝縮されてると思うんですけど、なかなかうまくできてると思いますね。じゃああれはもう事実が、うん、社長がちゃんと監修されて間違いない、間違いない、もうああいうことが起こっていったってことなんですね。全くその通りです。だから嘘でも何でもないです。大げさでも何でもない、何でもない。だから恥ずかしいですよ私もうちょっとかっこよく作ってくれればよかったなって思いますもん。でも結構生々しいですよね、あのエピソードは、うんうん。じゃあ本当にあのね、あのどん底の時はああいうところから、そうです、もう人が捨てたものがお金になると。これはねもう本当またどっかで話をしたいんですけどね、はい。皆さん本日も長い時間ご視聴いただきありがとうございました。どうかこれからも頑張っていきますので、チャンネル登録と高評価をお願いいたします。ではまた次回お会いしましょう。ありがとうございました。